はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。こちらですね、ゼネオルシア霊長、そこに皇帝がいるみたいですね。結局ここに戻ってきたのかよ。しかも誰にも見つからなかったのかな。ゼネオルシア家にあるんじゃないの、ゼネオルシア霊長って。とりあえず寝よう。もはやいくらだか見てないし、まあ宿屋はね安いからいくらだっていいんだけど。お、猫、ちょっと話してみよう。あ、これ猫じゃねえの。あ、猫だよな。ようこそ新たな可能性の世界へ。お前すげえな、猫のくせに。よくそんなところまで事情を知っている。あ、戻ったぞ。ただいま。皇帝がデニー様だったというのは真実ですか。なんということだ。お前は家のことばっか気にしてるな。そんなんじゃダメだって言っただろう。あれ、こっちじゃねえの。ちょっとメイドに話しこ。お、そうだ、お前は兄が帰ってきたことには気づいてないようだな。じゃこっちにマップなんてあったんだ。うわ、なんかしょぼえな、入り口が。なんか小屋みてえな、ゼネオルシア家の物置みたいな。おお、アルフレッド、お前も来たのかよ。確かにスペアの鍵は私が預かっておりますが、ゼネオルシア家の地下墓所謎に。墓参りだ、墓参り。貴様ら、よくも言う。おい、アルフレッド、お前は生きがったところで叶わないぞ。アルフレッドさん、お前ご主人に逆らうのか。ユードの墓所の鍵は開いています。お、用なしだもうアルフレッド、お前は。え、じゃあ、はて、おかしいですな。そのデニーが帰ってきたんだよ。ここの鍵はデニー様が亡きお母上のお墓に花を献じたいから。そうか、ユー様、覚えてるよそりゃ。うん、なんだこいつの驚き方。あの、しかし幼い頃から聖教、しかし。じゃあな、ユウ。え、お前どこ行くの。兄貴とケリ、そうだよ、どこ行くんだよ。どうするの。また裏切んのか、おめえら。私たちは聖教騎士団に投降します。そんな、うん、まあひどい扱いはしないから、安心しろ。罪は罪。そうですか。南極条約もあるしな。あ、それと聖騎士のおっさんたち。違うよ、聖騎士様ともよく話し、ジャンたちからも。はあ、誰だ、新米か。まあ行けば。じゃあな。あ、おし、行ってくるぜ、墓荒らしに。お、すげえな、こんな墓なんだ。どうせモンスター出るんだろうな。モンスターが街に進撃してこないことが、まあおかしいよな、そもそも。これ完全にさ、水浸しじゃん今の墓。かわいそうだな。きっとゼネオルシア家の中でもあんまり優秀な人じゃなかったんだな。お前なんてこの滝の下の墓でいいだろうっていう。どうせ役立たずだったんだから。これ多分墓っすよね。お前の墓なんてここだみたいな。入り口に近いし奥まで行くのもめんどくせえって。かわいそうなご先祖様だ。おお、これは効くか、攻撃が。うん、普通に通るな、この墓荒らしが。恐怖になった。なんでだ。なんで幽霊の敵が恐怖になるんだ。荒れてるなだいぶ。もうちょっと手入れしろよ、お墓なんだからさ。てかこれ墓参り来るたびにこんなモンスターと戦ってたんじゃ身が持たないな。あれ、他の道がないぞ。敵のブレイブアップ、うわこいつ硬そう。クリムゾンナイトかっこいい。お、弱点か、よかったよかった。アクアキラー、うん、
あれ、あとどっから行けばいいんだ。行けなくね。あ、下か。あ、でもあそこ岩あったよな。あれ、マジで分かって。墓参りも大変だな。ゼネオルシア家と、あ、全然岩なんてなかったや。ゼネオルシア家ともなると墓参りをするのにも一定の強さが必要だ。この強さなき者は墓参りすらとできんみたい。そんな感じっすね。お前なんでいるんだよ。お前も墓参りか。律儀な人だ。全然関係ないだろうに。あ、買って。おお、強いね、さすが。狩人は。危険この先。お、危険地域か。墓参りするのにも危険がつきまとう。ここでテントで休むっていうのもすげえな。ちょっともう少し見たいっすよね、このところを。宝箱を漁って、この万能薬も墓参りのために、状態異常になった時はこの万能薬を使うがいいみたいな。あれ、なんか入り口がすげえいっぱいある気がするんだけど、どうすりゃいいんだ。ここに旅人がいるから、ここは関係ない。え、もしや全てのイベントを終えないとあそこの扉は開かないとか。旅人はもう先回りしてんのか。危険だぜっていう警告。また恐怖になった。ホワイトクイーンビビリだな。すぐ恐怖になる。よし、こっちからちょっとじゃあ行ってみますか。広いな。どんだけ広い墓なんだよ。ファラオもびっくりだな、これ。ファラオの墓より広いかどうかは知らないけど、ファラオの墓の広さがちょっとわかんないんで、適当っす、今のは。北極の風。なんでこんなとこに北極の風があるんだ。ご先祖様、寒くなった時のために北極の風をここに入れておきます。北極ってか、北極あんのこの世界に。南極とか。アヌビスにも、よし。おお、アヌビスもビビリになったか。おら、超痛そう、あの鎧殴るの。あ、いて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 、拳が、俺の拳が砕ける。いや、でも一流のセイントになると拳でも何でも破壊できるようになるからな。闇の盾。でも盾装備してんのこいつしかいないんだよね。闇の盾の方が強い。結構宝箱あるな。お供え物をどんどんパクっていくな、こいつは。エリクサー、すげえもんが備えられてんな。ご先祖様、このエリクサーを。それをユーがパクる。魔人の腕輪だって。なんかすげえもん手に入れちった。ちょっと見てみよう。精神を大幅に上昇させる魔人の思念が宿る腕輪。そうか、イデアだな。そうすると名前はなんか攻撃力的な感じだったのな。魔人の力が封じられている腕輪みたいな。あ、多分真ん中宝箱あるな。ちょっとこっちから先に行こう。しかしそれが精神力だったとは。まあ、フレイブアタックとかもうあんまり意味ないからな。結局一ターンで型をつけるから。カネル、ご先祖様は今ケーキを食ってたのかな。食事中に悪いことしたな。てかカネルってなんだ、わからん。エクスカリバー、マジか。これエクスカリバーしかも装備するやついねえし、せっかく手に入れたのに。 D あ、かっこいい。これなんか見れないのかな。もう変わっちゃったよ。え、エクスカリバーでかくね？剣装備って思ってたかな俺。ちょっと装備したい。刀の心得じゃなくて剣の心得って誰だ？フェンサーとかだっけ？フェンサー何レベルだ？フェンサーそこそこ上げた気がするんだけどな。あ、いた。剣の心得次だ。剣適性 S になる。
なるほど。まあいいや、忍者の方が強いし。まさかエクスカリバー、それをパクっていくとは。この伝説の剣エクスカリバーをご先祖様、その勇姿を称えここに封印しますっていうのを普通にユウがパクってった。あれ、なんかウサギみたいなやつがいます。弱っ。あ、もしやこれで忍者マスターだな。 OK OK、 ナイトにしようかな。そうするとナイト、あんまりかっこよくないな、ナイトっていう割には。ちょっとアビリティを、刀の心得はもう絶対いらない。二刀流が欲しいんだよな。バラージと刀を外して二刀流にするか。よし、これでエクスカリバー装備できるんでしょう。エクスカリバー斧、斧かなんだろうな。エクスカリバー両手持ちにしようかな。あれ、なんかスイッチがある。これはなんだ。お、4つ、この4つの光を灯さないといけないのか。一番活躍したご先祖様が眠ってるんだろうな。このご先祖様に会うためには4つの光を灯せみたいな。おい、どんだけ墓参り大変なんだよこれ。墓参りするのにもモンスターを蹴散らしつつ光を灯す、連戦の予感。やばい、お、強っ。いいや、このまま U だけで倒せるかな。あ、これいけるな。あ、いたたた、早い。おー、なんだ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 、なんか死んだぞ。そしてエクサイバー弱え。てか、ナイトが弱え。なんだよなんだよ、マジかよ、これ。全滅する恐れがあるぞ。なんなんだ、一体。早すぎて全然わかんなかったぞ。俺もご先祖様の仲間入りだ。死んでしまった。てか、フェニックスのが2つしかない。アレイズで蘇らしちゃおう。全体アレイズ完璧だ。すげえな、なんかアニエス様が喋ってんだ。地下にこんな魔物が生息しているだなんて。本当だよ、この町やばいんじゃねえの。こいつら押し寄せてきたら確実に町は滅びるぞ。これもお墓。この人たちもきっとあんまり活躍できなかったんだな、水浸しになってるってことは。なるほど、この先にボスがいるのか。とりあえずいいや。よし、じゃあ上の地域へ。めっちゃ広いな、本当にここ。宝箱、まずは宝箱を漁る。おお、強いよ強い強い。ほら、いてて、俺の拳が。お、両手持ち覚えた。ちょっと両手持ちにしよう、二刀流より。両手持ちにすると1個余るな。何装備してたんだっけ、合わせちゃったな。これを見ながら、逆境道連れ、物持ち JP アップ。あ、これつけよう、物理攻撃 20% アップ、5000円。これ完全にさ、ご先祖様のためのあれだろう。本当に広いなここ。これでようやく2つ目。あそこにも宝箱ある。あれ、どうやって取るんだ。旅人のところから行くのか。瓦礫があって行けないと思ったら実は行けたみたいな。てか、この瓦礫くらいさ、乗り越えろよ。よし、両手持ちの力見せる時が来るか、これ倒しそう普通に。ペガサス流星剣、うんうんうん、
セイントの拳に砕けぬものはない。お、なんかいる。なんじゃ。お、資格を持ってるようじゃな。スサノオ。ある？ない？うん、大丈夫っしょ。あ、そうだこれ。攻撃を多分食らって耐えればっていうやつだよね。お、大丈夫かこれ。スサノオ死にそう。あ、そうそうそう。この召喚魔法ね、ちょっと独特なんですよね。ブレイブリーデフォルトでもそうだったけど。え、大丈夫かマジで。うわー弱全然楽勝だったね。これ初めての召喚魔法だな。刀くんないの？刀欲しかったのにな。ひどいな。シッシとか言われちゃった。しかも神々の怒りぶつけてやるかおめえに。てかなんでお前この墓場で何してたんだよあいつ。金の砂時計とかあんまり使ってないな。そういえばあんまりっていうか一回も使ってないな。 FF4 とかでは結構頻繁に使ってたんだけど。デモンズロット、もうお供え物パクりまくりだな。デモンスタッフの方がいいか。あれ、スイッチあと1個どこにあんだ。なくね。解除されてるし。おら、ペガサス流星剣。まだセブンセンシーズには目覚めてないな。セブンセンシーズに目覚めた時、俺のコスモ燃え上がれ。あそこにあった。あ、違う違う違う、あれはもう押したやつだ。あれ本当に一個わかんないぞ。どこだ。あと行ってないとこあったかな。いや、ここら辺も全部行ったよな。ん、こっちとかか。これ宝箱。あれ、スイッチが1個見当たらない。おお、いっぱい出てきた。ほら、ペガサス流星剣。ユー全く攻撃してねえんだけど。こっちも宝箱だしな。あれどこだ。この下とかもう宝箱。ここに隠れてるとかそんなことない。こっちはあいつだ、怪しいやつだ。あいつ捕まえた方がいいんじゃねえか。墓荒らしだろどう考えても。これなんだ。バッカスの酒、このお酒をお飲みください。きっと酒好きのご先祖がいたんだろうな。俺の拳に砕けるものはない。よーし、盾の心得。まあこれ盾よりも攻撃って感じだからな。いやマジスイッチねえぞこれ。どこだ、わからん。こっちから宝箱は取れそうだな。もうこの瓦礫いけないかと思ったらいけたのか。セーフティーリング、即死を抑えるとかそんな感じかな。これなくね、セーフティーリング。あったあったあった。即死無効化やっぱりな。でもな、あの変なウサギが即死使ってくるくらいで基本先に殲滅すれば問題ないからな。あ、あった、こんなとこにあった。あ、開いた扉が。皇帝が待ってるのか。そうするとだ。おお、9999。その前にテントで寝よう。墓場でテントって、おめえらどんだけ肝試し好きなんだよ。ちょっと話聞こう。これ鬼が
何泣いている。鬼が泣いている。あの時と何を言い出すんだこいつは。え？あ、いや。何の音だ。さ完全に怪談話だろ。風でしょ。そう。ただの墓所の中を流れる風音。でも子供だった俺が言ったんだって。まるで鬼が泣き叫んでいるみたい。え、子供の時からこんなところでモンスターと戦ってたの？ここに来たことがあるの？墓参りくらいするだろう。父親の埋葬、そしてゼネオルシア家の次期当主として。おお、墓参りに来て、お前よく生きてたなこれ。よくは覚えていないんですけど。考えてみたら俺、思い出したくなかった。そうだな、レベル1でよく来たよなお前。父母の顔が見えないくらいにだだっ広い食卓と。静かに響く食器の音と。そうなんだ、家族関係は良くなかったんだ。会は父のこと、俺たち兄弟は遠ざけられていた気がする。たまに会って話す兄はこの人がゼネオルシア家の右腕か。黒田勘兵衛みたいな。イスタンタールに留学して実家を離れ、やっと自由を手に入れた気がした。おお。ちゃんと食べ歩いた屋台の飯はどんなだけど、当主になってゼネオルシア家に戻ると。アルフレッドさんは結構いい人っぽかったですけどね。そうなの。そうよ、一族の当主様なんでしょ。こいつが言ってもなんか全然説得力ねえな。それが昔からあの館のすべてのしきたりは初代当主の厳格な威訓に縛られていた。お前が帰ろってことだよ。初代当主ってあのルビーに飾られた肖像画なんて全く見てねえんだけど。 あれか夜中の。さすがティズさん。ヘイミナナシュー。こいつ料理できんのそもそも。あ、今日はイデアの当番だったのか。気が進まないな。何よそのあからさまながっかりが。皆さんとこうしてワイワイ語らいながら食べる。でどんなメニューなの。じゃーん、広告群この石段名物。なんかよくわかんねえ食い物だな。墓場でよくこんなことをできるよな。憧れだったんですよ。そうか、イデア。味付けはポン酢か。おばちゃん何でも食えるんだ。この石段名物ってのも、うまそうに食ってるし。憧れだったね。うるせえなおめえは。どんだけ憧れてたんだよ。墓場で飯を食うことに。よし、ちょっとセーブして一丁兄貴を懲らしめてくるか。おお、墓泥棒。てか皇帝ここ何し、うわ長えな。あ、そうでもねえか、結構遠いかと思ったら。何しに来たんだおめえは。先にこっちだ、なんかあるかもしれない。もうこの階段なんだ。兄さんがそこにいる。まだ話は続くのか。そうするとおお、こいつが一番立派なご先祖様か。そうすると、兄さん来たか。ユウ、ユウ、ここに眠るものが何者。ゼネオルシア家初代当主、初代ファンダルゼネオルシア。結局初代が一番偉いんだな。一番優遇されてるな。初代教皇家を継ぎ、若くしていくつもの住職を歴任。聖教騎士団の団長、三重士の初代リーダー。三重士ってその頃からあったんだ。ゼネオルシア、うん、我ら兄弟の偉大な友。聖教騎士団とはどんな存在だ。民を害する敵と命がけで戦う。そうだ、ただし、この教団内の権力を得たこの男は、逆らう者を強敵としては討伐した。なるほどね。知り、自らの政敵を、自らが不要と見た民を、これらをクリスタル聖教の敵と定め、異端審問官みたいな。異端者として攻め立て。そんなことをして、俺たちは。清廉潔白な当主がいなかったわけではない。おお、いいやつもいたんだな。お前もここに来る途中に見ただろう。ああ、ご悲鳴すらも刻まれぬ。やっぱそうだったんだ。みすぼらしき墓石たちを。あれらはすべて初代当主の威訓に逆らった。自分の意志でゼネオルシア家を改めようとしたもの。
一応墓は作られたんだな。改革者がファンダルの遺訓の名のもとに消されてき、私もその遺訓とやらのせいでこの家を追われた。このファンダルゼネオルシアを、え、どうにもできねえだろ。だってファンダルゼネオルシア自体がどうにもできねえだろ。何なんだ、誰にやられたんだ。絶望に打ちしがれ、世界を、俺を止める者はいないだろう。だってさまざまなものとて時空の羅針、そう、私は時空の羅針盤を使い、だってファンダル自体関係なくねえもん。人々が人の、これが私の意志だ。それが果たされるまで。それは違うな。うん、違うよ。お前も俺が変えてやるよ。ファンダルの遺訓に従うもん。遺訓なんて関係ない。俺は、俺を優しく、俺のピンチを、俺を思ってくれる人の。まあ、結局4人でボコすんだろうな。お偉そうなこと言いながら。名もなき私とお前の。行くぞ。お、なんかかっけえ剣だな。あれなんだろう、欲しいな。お前を倒してその剣を奪い取る。待たせたな。とは言わないね。ちょっとデフォルト。で、まあ、エビで太陽釣るで。いつものパターンでいきましょう。フィジカルカード。あ、曲があれだ。おら、すげえ。ただ、ガードしてこれか。ケアルガーをちょっともう。いやー、どうしよう。やっぱり、攻撃力を上げときたい。フィジカルアップかけよう。チーズで回復させよう。エクスポーションで。1000か。よしよしよし、大丈夫かな。こいつはもうこれでいいや。あとは、回復と、防御アップと攻撃アップを繰り返してれば。ふんふんふん。甘い。なんか強力な攻撃をしてくる気配がないな。どうしようかな。まあ普通に行くか。じゃ、こいつ初攻撃じゃね、もしや。月魔法でフィジカルガードと。こいつはもう一回あれだな。あー、ガードされたか。あぶね、チーズずらしといてよかった。ユーの初攻撃は。ガードされてるけど、そこそこ通るな。お、なんか使ってきた。これはちょっとデフォルトするべきだな。いや、エビで太陽釣るはやっとこう。ユーノアルス。なんだこれ。向こう、何を向こうかした？ちょっとわかんなかったな。え、なんだって？ちょっと本当に、わかんない。早すぎてわかんなかった。なんかが向こう化された。おぉ。まあいいや、よくわかんないし、攻撃しよう。こいつはまあ相変わらずの。ケアルガ、ケアルガ。キズはどうしようかな。ちょっとずらすか。ガードされると嫌だから。おらおらおら。よしよしよし、くれない。9999。あ、回復ができない。そうか、そういうことか。弱っ。なんだなんだなんだ、きったね。何度倒れようと、お、超ずるいんだけど。世界を勝手に、兄さん、あなたが時を遡った後、この世界はどうなった。確かに。兄さんのそのやり、過去を否定しても今この瞬間に、てか、あの世界どうなったの。回復もできるか。3ターンくらいって言ってたからね。5万。うわー、デフォルト使われた。まあいいや、これでも1万くらいは通るか。なんだ、オデッセイなんちゃらみたいなのが発動してるぞ。これもう畳みかけていいんじゃねえか。マグノリアもちょっともう攻撃に入ろう。
一回エビで対釣りやって、あとはもう攻撃だな。おらおらおら、イデアは一回ブレイブをかけてフィジカルってなんだって感じだけど、5万回だったらなんか1ターンで減らせることできそうだけどな。よっしゃ、先制術いいね。攻撃力 175%、 これで5000、1万5000、2万、3万、4万、あれそうか、4万。ユウはねちょっとあんまり強くなってない。縦攻撃、何縦攻撃って、エリクサー持ってんじゃんこいつ。お、アスタリスクだ、皇帝のアスタリスク超かっこいいんだけど。てかみんなアスタリスクのさ一番最初の所持者でどこでアスタリスク手に入れてんの。全体的なカリスマ性で戦場してたり、高貴な鷹、高貴な鷹ってさ、なんか全員の攻撃力が2倍になるとかそんな感じなかったっけ。先行、なんかいいね、かっこいい。ジョブコマンド、波動、マジで覇気使うの。あれ、なんだなんだ、そうか、こっち義手か、大丈夫、右手。ここは再びこの家に戻ってくるとはな。お前の部屋あんの。全ては終わった。待ってくれ兄さん、どうして終わったなんて言う。諦めなければ何度でもやり直せるよ。だって今全然脅しやけって言うしかいないんでしょ。自分や世界を変えることだってできる。二人でやってけよ。過去の聖教騎士団、でも俺たち、そうすればいつかは。しかし未来、多くの人を殺し法王を連れ去り、その罪は消えはしない。姉さん、それこいつ結構細いな。やり直せるはずです。おめえ勝手に人の家に入っていくんじゃねえよ。不法侵入だろ。皇帝オブリビオン、いえデニーゼネ、でもだからこそ私に、ええ、司法取引だ。自分の罪を理解して、私はお前、そうですね。しかし彼らに犠牲を強いた私が、兄さん、きっと彼らだって、あれ死んでったやつだったら結構みんな今回生き残ったはずだと思うけど。気休めはよせ。そこまでおっしゃるのなら、細、ほんと細えな、なんか腕とか。ちょっと皇帝見てみようっと。皇帝皇帝、おーすげえ、だいぶジョブが揃ってきたな。あと2つか、この輪っかを見る限り。ガーディアンとか使い物になんねえかんな。エクカリバーでしょ。あ、そうだ、両、あれ両手持ちになってなかったもしや。さっきまで。しまったーみたいな。エクスカリバー、伝説の聖王が用いた聖剣、光属性か。おお、かっこいい。なんか皇帝っぽいな、言う。これでいこう。最初からウルフ、ホークアイ、両手持ち 20% アップ。うん、いいでしょう。あと波動だな、波動が。ちょっと待って、ちょっと待って、波動がどんなんだ。先行、あ、自分自身のヒットポイントの半分だけ敵全体にダメージを与える。9999のヒットポイントだとしても4500くらいか。でも微妙だな。ゾネンブルーメ、遅い順になる。いや微妙。特定の全体物理攻撃を単体化で、あーなるほど、ボスに使えそうだな。でも全体攻撃なんてねえし。ターン終了時に敵味方のヒットポイントが回復する。9999をみんなで分配するって感じね。でも敵のヒットポイントが2000回復したところでどうでもいいからな。味方の2000の回復はでかいけど。いいな、これちょっと使おう。物理攻撃と
違う違う違う、物理防御と魔法防御入れ替わった。冬の嵐使ってきたな。回復が無効になるってことか。なるほど、後期になったか。これだな、物理攻撃魔法攻撃 200% 敵味方全体、一気に勝負を決める時だな。2ターンに1回、敵味方全体の BP が減る。これは微妙だな。ヒットポイントマジックパワー状態以上、戦闘終了時に戦闘開始前の状態に戻る。これいいな。全開で戦いが開始すると全体全開するってことでしょ。 BP2 使うのか。ただ BP じゃねえや、コスト2使うのか。4ターンに1回敵味方全体の BP が1増える。あ、いいねこれ。うん、なるほど。ちょっと皇帝使ってこう。言う、うん、ご主人様のお帰りだ。おアルフレッド、なんだよおめえは。もしやおめえがいろいろ悪巧みしてたんじゃねえだろうな。ちょっとセーブしよう。あれ、そういや大聖堂じゃなくてお墓の奥まだありましたよね。兄さんがいるから無視できないみたいなこと言って階段行けなかったんだけど、あそこ何があるんだ、ちょっと気になるな。まあでもまたお墓に向かわされるのかな。あの墓の奥には実はもっと素晴らしいものが眠っているみたいな。よし、これでセーブしようっと。はい、というところで、まあ兄弟とりあえず和解して皇帝のアスタリスクも手に入れたところで、今回は終了したいと思います。